沖縄こどもの国では命のつながりを感じながら動物たちの魅力を知ってもらおうと、生まれ月が同じ動物を祝う合同バースデーを毎月開いています。今月は4種6頭が誕生月を迎え、このうちオスの最終馬ウォーリーは子供たちから桑の葉や千段草などをプレゼントされ、美味しそうに頬張っていました。今月4日に26歳の誕生日を迎えたウォーリーは、人間の年齢に換算するとおよそ80歳となります。あげた時どういう風にして食べてましたか、馬さん。ガブガブって食べてた。楽しかった。馬さんどういう風に食べてましたか。たったまま食べてた。訪れた人たちは動物のバースデーを祝いながら、その生態に触れ理解を深めている様子でした。県内で活動する吹奏楽団が一堂に会し、演奏を披露するコンサートが沖縄市で開かれました。この県吹奏楽祭は、吹奏楽の普及や技術の向上などを目的に県吹奏楽連盟が開いているものです。38回目となった今年は、小学生から一般まで合わせて91の団体が出演しました。2日にわたって行われた演奏会のうち、初日となった11日は中学校を中心に46団体が美しい演奏を披露しました。新型コロナウイルス感染拡大の影響で3年ぶりの開催となった今回、出演者は会場に響き渡る音色の重なりを体で感じながら、日頃の練習の成果を発揮していました。